俺めっちゃ早打てるで寝てよ。はじめめーん、はじめめーん、はじめめーん、どうだった？それ審査や地稽古立ち合いだったら0点やで。え、俺の知らないところで何が起きてる？百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか？もう今日は何も言わずに次の30秒の動画をまずは見てください。特に4段以上を受ける方、よーく見てください。いかがでした？あれ？一本も打たずに終わっちゃったな。何をどう見ていいかわかんない。大丈夫です。今日は今の動画を使いながら、剣道で一番大切な間合いとその間合いの詰め方をできるだけわかりやすく説明します。必ずワンランク上の剣道になると思います。今見てもらった動画は、今月の剣道日本2021年の12月をね、これにやった動画付録で、友人親王杯8段選抜大会優勝の皇宮警察剣道師範藤原康弘先生の稽古風景の動画です。本当は20分ぐらい稽古風景の動画があるんだけど、その中のちょっとだけね、尊虚から立ち上がって構えて何も打たずに終わる、剣道日本さんから許可いただいて、解説に使わさせていただきます。そもそもね、今動画見てもらってみんな思ったと思うんだけど、一本も打たないと。じゃあ何の稽古してるの？そう、間合いの稽古をされてるんです。剣道では間と間合いって言ったりします。間っていうのは時間的な間です。早く入ったり遅く入ったり溜めたりっていうね、この時間的な間のことね。今日は間合いって言って相手との距離のことです。相手との距離が近いのか遠いのか、こっちの説明をしていきます。それで人っていうのは、まあ、相手と対面した時にね、何もないとこの距離、縦の距離っていうのはね、とても分かりにくいんですよ。だから何を使うかっていうと、ほら、お互い竹刀を構えてるじゃない。この竹刀を目印にして、どこまで入ったとか、どこまで入ってないとか、まだここだとか、この竹刀を目印にしてお互いの距離を測っていくんです。今日覚えてほしい間合いは4つです。まず1番目は遠間、竹刀と竹刀が触れないところ、これを遠間って言います。2番目が食陣って言います。食陣っていうのは先っぽと先っぽ、この先と先が触れるところ、ここを食陣って言います。3つ目は後陣って言います。竹刀と竹刀が交わってるところ、ここを後陣って言います。4つ目だけちょっとね違うんだけど、4つ目は一足一刀の間合いって言います。一足一刀の前は竹刀がどこまで入ってるっていう、そういう測り方じゃなくて、それぞれの人が一歩踏み込めば当たる距離っていう意味です。いいですか？一歩踏み込めば当たる距離だから、みんなやってる人それぞれ年齢とか体力とかによって一足一刀の距離っていうのは違うんです。初心者とか年配の方っていうのは一足一刀の距離は近いと思いますし、高校生大学生っていうのは一足一刀の距離は遠いと思います。これをまず4つ覚えてください。さっき見てもらった動画の中でもこの4つが使われてます。っていうと、間合いなんてもういいよ、もうめんどくさいよ、もう当たりゃいいんでしょ、当たる、大丈夫、当たるからっていうこともあると思うんですよね。でも聞いてくださいよ、ここ分かれ道ですよ。剣道っていうのはこの遠間の時やること、食陣の時やること、後陣の時やること、一足一刀の時、これみんなねやること違うって言ったらどうします？さっきのビデオの中でもこの4つの間合いもちろん出てきました。それぞれにやってること全部違うんですよ。見えてましたか？まずは自分が今どの間合いにいるのか、ここを意識することからスタートです。じゃあ4つの間合いをちょっと詳しく説明しますね。まず1番、レベル1。これレベルっていうのは何かっていうと、間合いっていうのは遠くから始まってだん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 近くなってきます。近くなれば近くなるほど緊張の度合いが、プレッシャーの度合いが上がってくるわけです。このレベルだと思ってください。まずはレベル1、遠間です。遠間というのは竹刀と竹刀が離れているところ。剣道は立ち上がったらまず遠間からスタートします。ここでは打っていっても当たりませんので何も起こりません。まずやること、遠間でやることっていうのは1つ、食陣まで入ることです。
そして緊張の度合いレベル2は食人の間です。食人の間は剣先と剣先が触れてるところ。食人の間でやることは3つあります。まず1つ目は発声、いやーという声は食人の間で出します。そして2つ目は相手の構え、手元を硬いかなとか柔らかいかなとか相手の観察をする間合いです。そして3つ目はできれば相手よりも先に後陣に入っていきます。さあ緊張の度合いも上がってきました。レベル3は後陣の間です。食陣から後陣に入ってきました。後陣の間っていうのはもう切るか切られるかです。もう心臓バクバクドキドキしてます。そして何が怖いかっていうと、相手によってはこの入ったところがもう一歩届く距離ね、一歩踏み込めば届く距離、一足一刀の間だったりすることもあるんです。なのでこの辺は非常に敏感になります。もうこうやってさっきの食陣の間みたいに相手の手元をチェックしてる暇はないですですし、いやーって言って発声をする余裕もありません。そんなことしたらもう打たれます。それが後陣の間。ここで相手のプレッシャーに負けて下がっちゃったり、思わず小手を打っちゃったり、そういうことやんないです。後陣の間でやることはさらにそのプレッシャーを我慢して最後一足一刀、自分の打てる距離まで入ること。そして最後は一足一刀の間合いですね。一足一刀の間合いっていうのはこれまでの3つと違って、お互いの竹刀で距離を測る間合いじゃないんですよね。覚えてますか？一足一刀の間合いっていうのは自分だけの距離です。自分にしか分かんないです。その距離から一歩踏み込めば届くっていう一番得意な距離のことを一足一刀って言います。それでは最初に見てもらった30秒の動画を今度は分かりやすい解説付きで見てください。今回の解説は間合いが詰まることによって生じる緊張度、プレッシャーの高まりを画面の色とサイレンの音で表しています。よければこの今4つの間合いのどこにいるのか、そしてそれぞれの間合いの緊張度、そしてその間合いで何をすべきなのか、このあたり考えながら見てください。もう見えるようになっていると思います。これから間合いを詰めていきますが、基本的には前だけ一方通行、プレッシャーに負けて左右に逃げずに遠間、食陣、後陣、一足一刀まで我慢できたらクリアです。必ず剣先が触れない遠間からスタートし、食陣へ入ります。剣先が触れる、触れない、でも打っていくにはまだ遠い、ここで発生。食陣では相手の手元が硬いとか柔らかいとかよく観察する距離です。そしてできれば相手より先に自分から後陣に入りたいです。後陣に入ったら相手チェックの時間はありません。発声もせず息をこらえます。いつでも打てる体勢、左足を作り出腹も狙います。ここぞというタイミングで一足一刀に入ります。必ず剣先が触れない遠間からスタートし、食陣へ入ります。剣先が触れる、触れない、でも打っていくにはまだ遠い、ここで発声。食陣では相手の手元が硬いとか柔らかいとかよく観察する距離です。そしてできれば相手より先に自分から後陣に入りたいです。後陣に入ったら相手チェックの時間はありません。発声もせず息をこらえます。いつでも打てる体勢、左足を作り出腹も狙います。ここぞというタイミングで一足一刀に入ります。いかがでした？以上が間合い、相手との距離の動画になります。正直ね、1回見て分かることはあんまないと思うんですけど、何回か何回かこう繰り返し見ていってください。必ずそこに間合いのヒントがあると思います。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。